そしてまたやっちゃった。え、触っちゃった？触った感じですね。一つのことにしか集中できない。ぷっくり使うときはやっぱ色鉛筆とぷっくりだったら色鉛筆先ですね。色鉛筆で色染めて、それから貼って、それでキラキラのリスが一番理想的な工程ですね。で今度こっち輪っかでしょ。輪っかです。これ入れてもらって、一つ抜くか、でこれをこうこうですね、こうやって見る、ね、違う方向から入れるで、こうさっていきました。いい音です。こっちから入れたらこっちは逆から入れ る、もうちょっと長くてもいいかな。あのあれ、あー、そうそうです、そうです。怖い？間違ってたんですか？おじいちゃん行っちゃったから怖い。
70、80です、ね、でその他のものは、まあ、ブレンドされたオーガニックの、まあ、この映像から出てくるのはその70と 80% で今この人が食べてるのは 80% のペパでオーガニック、アロマカカオとしてやっぱり特別な香り、あの花のようなバナナのような香りが、意外ですね。注文で、メアトレードでアニオーガニック無農薬、はい、で添加物も少ないので一番素朴な味。さっき食べたのは 80% のチョコレートなんですけれども。非常に大人の味がしますね。ちょっと方向性が違います、ね、酸味が強いし、マンゴーは 35% 80だけのペパでオーガニックチョコレート、やっぱだいぶ違いので、はい、で総額高値で取引される。80% すごいです。でその下に 66% というのがある。でこれが入ると結構持ちが良くなる。あと、はい、なんだろう、香りの全体の空気を柔らかくしたりしますね。さすがだな。